建築社会環境工学科都市建築学コース後藤研究室です。これから研究室の紹介をします。後藤研究室には大きく3つの研究ラインがあります。1つ目は人体ラインです。人体にとって過酷な熱環境では熱中症などの健康被害が生じます。このような健康被害のリスクを予測するため実験を行い、得られたデータから人体の生理量をシミュレーションするモデルを作成しています。2つ目は乾燥感ラインです。定められている湿度範囲の下限値が根拠不足であることから、この下限値の決定に関わる皮膚の乾燥のメカニズムを解明し、湿度下限値を明らかにするための研究をしています。最後に知的生産性ラインです。作業効率などの知的生産性の需要が高まっていることから、主に知的生産性向上のための空調方式についての研究をしています。最近は AI も取り入れた研究もしています。あ、実験中失礼します。はい、M2 の宍倉先輩ですか。はい、それでインタビューいいですかね。すいません、今どういう研究をこちらではなさってますか。建築環境を人間スケールで解析することで、はい、人様の役に立とうといつも頑張っています。はい、なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、建築にはこんな分野もあります。人間を科学するのは楽しいですよ。